ね、はい、やる気ワンワンお待たせイレブンというサブタイトルが今回のセカボにはついておりまして、11回目ということでワンワン、ワンワンといえばワンワン、そのまんまですね、面白くなかったです全然イレブンということで、イレブン、ね、イレブンでワンワンということでワンちゃんの、イラストを元に皆さん子供たちに色を塗ってもらってね、こういったものを作ってもらいました。この前あのワークショップをやったんですよね。そうなんですよね、ここ7月の初めで、はいはい、多くの子供たちが参加してくれました、ありがとうございます、はい、そのみんなが作ってくれたワンちゃんの飾りをこうやってね提灯と一緒に飾らせていただいていますので、 これは持って帰れるんですか、うん、あ、これはあの明日になれば、うん、ご希望の方一家に行っていただければ持って帰れると思うんですけれど、うん、はい、ぜひね、ご自分の作られたものを子どもたちに、あ、僕のと私のだっていうのがあればね、ぜひ探してみてくださいね。ご協力ありがとうございました。なんかこれなんか木村さんに似てますね、うん、どれですか、これどれですか、似てない、似てない、その眉毛が濃いやつですかいや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 、違いますよ、綺麗な、はい、違いますよ、はい、あの、はい、沼田さんもねいくつか作られてたんですけれども、あのとてもセンスがありすぎちゃって、あのもう本当にこれって何なのっていうようなのがありますので、ああのどれが沼田さんなのか探してみてください。褒めてるそれ褒めて決して褒めてないでしょはい、そのような形で皆様のね、事前のご協力のおかげでこうやってね、セカボンも開催することができております。ありがとうございます。いや、本当ですね、今年はね、はい、あの実行委員長が秋田さん、はい、ね、副実行委員長がまどかさん、平塚さんですね、まどかちゃんです、はい、あ、ね、浴衣が似合います。あ、あそこにいるの誰ですかねあれは美人副実行委員長ですね、はい、まどかちゃん、はい、なんか、まどかちゃんはキャナダにいたみたいですよ、キャナダ。あ、じゃあ英語もバリバリ堪能だから、あの世界の皆さんにもぜひセカボンの宣伝 PR よろしくお願いいたします。あれ、はい、秋田実行委員長のあのワンワン、あれ、あそこにいますね、はい、ワンワンということで11回目でね犬をテーマにしておりまして、秋田実行委員長の、まあ、会社ホワイトさんのキャラクターの、うん、ハメ看板と、もう一つワンちゃんのハメ看板ということで作ってます、こちらに、ね、あそこから顔出せばいいんですね、はい、で写真撮影もできますので、うんうん、ぜひファミリーで、ね、はい、記念に1枚いかがでしょうか。あとストラックアウトとかスタヤさんもね出店出してくださっています。はい、他にもねスポーツコーナーということで、なんかね、ありますね、三階屋さんも登場してますね、はい、あと向こうは FC さん、筑波 FC さんも来てますので、ね、はいはい、こちらは3時からということになるんですけれども、皆さんが、ね、いらっしゃれば早めに始めることもできるかと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、現在ステージは次の出し物の準備をしているんですが、マットが敷かれてマイクが用意され、うん、かなりなんか本格的な感じになってまいりました。そして皆様の衣装がまた素敵ですよね、うん、なんか民族衣装ですか ね、そうですね、はい、ちなみにですね、次にご登場いただくのは、はい、PPI 茨城の皆さんなんですけれども、ええ PPI 茨城、PPI、はい、はい、あの、あれですよ、あれじゃないですからねPPI、PPI、ね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、 PPI ね、大丈夫ですね、はい、在日インドネシア留学生協会が茨城支部の皆さんということなんですけれども、この後サマンダンスというダンスを踊ってくださるそうです。サランダンス、違います、サマンダンス、サマンダンス、はい、はい、うん、サマンダンスね、はい、うん、分かんないけど私も実は初めて拝見するんですけれども、インドネシアのアチア圏の舞踊だそうです。このダンスは歓迎するための踊りで、神様への感謝を伝えるダンスということなんですね、音楽ですね、それとダンスということで、あ、太鼓、日本で言えば太鼓ですけど、楽器も持たれていらっしゃって、ね、さあどんな演奏を見せて踊りを見せてくださるのでしょうか。準備 OK ですか。はい、それでは皆さん PPI 茨城の皆さんご登場です。それではお願いいたします。はい、皆さん拍手。Kabelnya nih bener. Waduh. Waduh. Kakak. Aduh, aduh, aduh.
gravitasi. Backlight ya cuy, nggak backlight gitu, harus upgrade HP nih, biar nggak backlight. Kan kalau tadi kan di atas ya. Iya. Harus dipayungin HP-nya. Wah, silau banget gak sih yang duduk arah sana? Syarat mulia.
ありがとうございました。